野牛三吉、野牛三吉、野牛三吉、慶長十二年、1六百七年慶安三年三月二十一日、六百五十年四月二十一日は、江戸時代前期の武士、剣豪、旗本。署名は七郎、忌名は三吉、通称は十兵守十兵,兵。大和国野牛藩初大藩主にして、将軍家標法指南を務めた、剣豪。 野牛宗乗りの,の子。はじめ徳川家光に故障として仕えたが、主君の歓喜に触れて、出資停止となり、後に許されて書院番を務める。父の後を継ぎ、家業の標法、新陰流について、その発展に努めるが、家督を継いでほどなく休止した。江戸初期の著名な剣豪として知られ、三吉を題材とした講談や小説が多く作られた。著書に、月野の章、武蔵野など、 慶長12年、千6 0 7年大和国野牛賞、現在の奈良市、野牛町にて誕生。父は、徳川秀忠の兵法指南を務めて、後に、野牛藩主大藩主となる、野牛宗則。母は、豊臣秀吉が若年時に仕えていたことで知られる、松下の綱の娘、おりん。同母帝に、野牛宗冬、東、異母帝に、野牛友則行部、左門。 鉄道義聖がいる。玄那2年、1616 16年、10歳の時に父に連れられ、初めて秀忠に越見し、玄那5年、1619年、13歳で、徳川家光の故障となる。玄那7年、1621年に、宗則が家光の兵法指南役に就任してからは、父に従って、家光の稽古に昇願してその長住も鼻だ。 扱ったと伝わるが、寛永三年、1626年二十歳の時に、何らかの理由で家光の寒気を被って、秩序を命じられ、小田原に一時お預けのみとなる。秩序の原因となった家光の寒気自体は、早くて一年後には溶けていた形跡もあるものの、再出資は許されず、その後十一年にわたって、江戸を離れる。その間の動向について、 三吉自身は著作の中で、故郷の野牛将に引きこもり、亡き祖父、宗都氏や父が、当地に残した、区伝、目録について研究し、時に、祖父の門人を尋ねるなどして、兵法の研鑽に明け暮れていた、と書き残している。一方でこの間、武者修行などで諸国を遍歴していたとする伝説があり、後に、多くの講談や創作物の材料となった、講述。寛永14年。 1637年5月、初旬の夏稽古が始まる頃、死して、以来十一年ぶりに、江戸に帰還し、野牛の判定に滞在しながら、改めて父、宗のの下で送電を受ける。同年秋の終わり頃、それらの至極をまとめて、伝承を表し父に提出して、公表を仰ぐ。しかし宗のより、すべて焼き捨てる、よう、一挙消却さ、命じられたため、 驚学して当時屋敷に同居していた父の友人の前奏、拓安双方に相談したところ、拓安から胸乗りの真意を解かれた上で、焼却を命じられた伝書に過失と構成を施される。拓安の教授を受けた三つ吉が、父の維新伝心の秘術、辞理一体、本文の地味を了解し、胸中の疑念が晴れたとして、再度伝書を父に提出すると、胸乗りも、 さらなる精進を促すためとしながらもこれを認、三吉に因果を授けた。翌官営十五年、1638年、家光に徴用されていた、自邸智則が病により、役目を辞すのに前後して、再び家光に出資することを許され、江戸城御所院番に任じられた。寒栄十六年、1639年2月14日、家光の午前にて、父の皇帝、 木村智重、助九スケクロと弟の宗冬と共に標法を披露する。官営19年、1642年2月から、同年3月にかけて、謹慎していた12年間で収集した資料や、それまでに記した総稿をもとに、流祖、上泉の仏那以来の新陰流の実利をまとめ上げ、後に代表作と評される、月の章を表す。昭法3年、 1646年に、父宗則が死去すると、医療は宗則の医師に基づき、一旦幕府に返上された上で家光の裁量により、兄弟の間で分治され、三吉は8300国を相続して、家督を継ぐ。この時、三吉の国高が1万国を下回ったため、宗則が野牛藩を立藩してから11年目にして、野牛家は大名から旗本の地位に戻った。 胸乗り生前の三吉は、共有絶倫で皆恐れて従う風があったが、家徳を継いで、以後は寛容になり、政治にも励み、出実合憲な家風を守り、土肥にも憐れみをかけて処罰することもなかったという。その後まもなく役目を辞して、野牛将に引きこもったとも言われるが、詳細は不明。慶安三年、1650年、高刈りのため出かけた先の弓縁、元。 京都府相良郡南山城村。創生した弟、友則の,の丘陵で急死した。奈良部業、中坊長兵衛が検死を行い、村人たちも尋問を受けたが、死因は明らかにならないまま、野牛の中宮の地に埋葬された。去年四十四、墓所は、東京都練馬区桜台の広野理事を呼び、奈良県奈良市、野牛町の吉野理事にある。三吉には、死死がなかったものの、 亡き父、胸のりの均衡を理由に取り潰しは避けられ、弟の胸冬が自身の領地を返上した上で三吉の後を継ぐことを許された。三吉の意地である二人の娘、長女、松、次女、竹は、家光の命により、胸冬が養育することとなり、後にそれぞれ旗本に嫁いでいる。その母である三吉の妻、山との豪族、秋篠泉守の娘は状況を4年。 1687年まで行き、死後は麻布の天神寺に葬られたという。三吉の後を継いだ宗冬はその後順調に画像を重ね、漢文九年、1669年には総国高1万国となって、再度大名としての地位を回復させた。そのため、三吉自身は大名に列したことはないものの、弁義上、野牛藩、第二大藩主とされている。 若い頃に失明したという伝説があり、片目に眼帯をした赤眼の剣豪のイメージが広く知られている。これは幼い頃、ツバメ日の稽古で、その第四、月影の打ち立ちを習った時に、父、胸のりの木剣画に当たった聖殿新影流、あるいは胸のりが十衛の技量を見極めるために粒手を投げつけて目に当たったため、柳やラビガンなどと言われる。しかし、 肖像画とされる人物は両目が描かれており、当時の資料、記録の中に、十兵衛が赤岩であったという記述はない。家光の歓喜を受けて致死してから、再び出資するまでの十二年間について、三吉自身は著作の中で故郷である、野牛章にこもって、剣術の修行に専念していたと記している。一方でこの間、諸国を回りながら、武者修行や、 三族性罰を知っていたという説もある。三好吉の辞書での記述と相反しているとはいえ、法歴三年、1753年に成立した、八木受け家の記録である、玉、栄周囲で取り上げていることから、三好吉の死の百年後には、すでに広く知られていたものと思われる。後に、この伝承が、下敷きとなって、下記のような、様々な逸話が発生し、今日に至るまで、 創作作品の素材ともなっている。一部の作品では、史実のヤギクリストファーを守る本人としての登場ではなく、なお引き継いだ後世の別人や、同盟のよく似た人物として登場させているものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。